神のご加護があらんことを。おう、また来てくれよな。いらっしゃい、ありがとね。ご協力お気をつけて。ごきげんよう、またいらしてね。ご協力お願いします。お気をつけて。いらっしゃい。いけない、あの魔物、扉を破壊して無理やり中に入るつもりだわ。多分あの向こうが光の祭壇なのよ。光の祭壇、そこに行けば彼を助ける方法がわかるかもしれない。そこをどきなさい。これ以上あんたの好きにはさせないわ。とりあえず、なんとかなったわね。綺麗なところね。あれが光の祭壇かしら。けど、肝心の女神様はいないみたいでゲスよ。ねえ、あれ見て。光の子よ、そして英雄たちよ、よくぞこの祭壇の間をあの獣から守ってくれました。礼を言います。光の女神様なの。女神様、私、闇に染められた幼馴染を助けたい。その方法を教えてほしいの。闇に染まりし光の子を元に戻す方法はあります。そして共に染まりし世界樹も。彼も世界樹もまだ助けられるのね。ですが今のあなたには無理でしょう。もっと強い光の力が必要なのです。
光の子よ、この地より北東の海の底に神殿があります。そこへ行き試練を受けなさい。あなたの意志が本物ならば必ずや試練に打ち勝ち、真の一族の力を得られるでしょう。真の一族の力？あらゆるものを明るく照らし、深き闇を消し去ることのできる力、真なる光の力です。よし、ならば早速向かうとしよう。いざ海の底の神殿へ。待って、もう一つ確認しておかなきゃならないことがあるわ。女神様、闇の一族のヘルムードという男がこう言っていたの。かつて光の者が闇竜を封印したせいで世界は本来あるべき姿を失っているって。だから世界中を闇に染めて闇竜を復活させるんだって。今の世界が本来あるべき姿じゃないっていうのは本当のことなの？遥か昔、私と闇竜シャムダは光と闇の契約のもと世界の調和を守っていました。しかし世界に人や魔物が増え発展していくほど、闇の力が光の力を凌駕するようになったのです。力を増したシャムダはさらなる闇を生み出し、やがて闇で世界を支配しようと企むようになっていきました。私はシャムダの企みを阻止するために光の者たちと共に戦い、辛くもシャムダを封じることに成功しました。そして二度と闇の力が増幅することのないように、二度とシャムダが目覚めることのないように、闇を糧として吸収し光を放つ世界樹を作り出したのです。これが光と闇の歴史、世界樹の物語です。じゃあヘルムードの目論見通り闇竜が復活してしまったら世界は闇に支配されてしまうってことね。そう、シャムダの封印は決して解いてはならぬものです。光の子よ、世界の命運は今あなたに託されています。世界中を闇から救い、闇竜シャムダの復活を何としても止めるのです。私はシャムダとの戦いで実体を失ってしまいました。故にあなたと共に戦い導くことはできません。ですが私の力を封じた光の腕輪がきっと役に立ちましょう。光の腕輪ってエルフの村長さんが言ってたあの？ホミロンの冠にそっくりなお宝のことでガスよ。どこにあるでげすか？光の腕輪は光の腕輪も今は海底神殿にあるようです。それはよかった。一族の力も光の腕輪も同じ場所で得られるということですね。そうと分かれば早速出発しましょう。あんまりゆっくりしてられる状況じゃないみたいだし。ええ、そうね。こうしている間にも世界樹が弱っている。闇竜の封印も弱まっているのよ。女神様、ありがとう。約束するわ。試練に打ち勝って、絶対世界を守るって。信じましょう、光の子よ。さあ、お行きなさい。私はいつでもあなたを見守っています。はい。
ままじゃ光の塔が。行かなきゃ、あいつを倒さなきゃ。残念だけど、もう手遅れよ。今すぐ離脱するわ。